仁南の戦いは、南北朝時代の関能の上乱の余波で発生した、合戦の一つ。昌平十年、文那四年二月、摂津国津上南において、足利高氏法の足利義明の軍勢と、足利忠冬法の山名時氏の軍勢との間で、行われた合戦である。昌平六年、関能二年、関能の上乱により北朝は、足利高氏派と、 足利忠義派に分裂し、激しい戦いを繰り返した。忠義の養子、足利忠冬は、忠義死後は、中国地方に勢力を広げていたが、昌平九年、文奈三年、山名時氏、桃井忠し柴田勝高ら、旧忠義派武将、南朝方の楠木正則と共に状況作戦を、開始した。足利高氏は、京都での戦いを不利と判断し、 後黄金天皇を伴って、大御国武蔵寺へ退去。翌昭平十年、文奈四年一月に、足利方ダフユは、桃井、しばらきた国政を伴って入京した。足利義明は当初、張馬国で戦っていたが、山崎の西、神南の峰に婦人。これに対したダフユ方の山名時氏、三名氏吉らが攻撃を行ったが、佐々木同様、赤松のリらの奮戦により、 三名勢は敗退した。その後、忠冬は当時によって戦闘を継続したが、高氏、吉明が率いる軍により敗退。3月、忠冬方は京都から撤退した。ありがとうございます。